100%、驚異的な確率で決めまくりました。テーブス、ヘジテーションから自ら行く。見事なヘジテーションからのリングアタック、テーブス返り。テーブス、ビハインザネックのパスからサイズ、さらにバスケットカウント。このテーブスとサイズ、あるいはテーブスとロシターの合わせ、昨シーズンからさらに凄みを増しています。見事な首の後ろ、いわゆるビハインザネックのパスを通しましたテーブス海です。新シーズンもやファール3つのメインデルも第3クォータースタートからプレー続けています。テーブス海自ら、後半最初の得点もアルバルク東京。テーブグダイティス、ちょっとこぼして、ここはターンオーバー。ただすぐ戻ってテーブスのハードなディフェンス。テーブス、フロアダイブ。ロバーツ・ケインのフロアダイブ、その前にこのテーブス海のハードな、新シーズンに向けてのさらなる意気込みを感じさせるディフェンスです。もう一度テーブスから、テーブス持ち込んでフィンガーロール。ブラントリー、フロイド、さあターンオーバーから走るテーブス、テーブス自ら持っていく、アップ。これはボールテンディングでした。テーブス、ここは狩俣スイッチ、テーブス合わせてサイズ、エンドワン。バランス失わずにダンクから切り替えましたサイズです。いやー、よく決めました。このテーブスの見事なヘジテーションからのディッシュパス。リーグで2番目の多さでした長崎です。2投目は落ちています。おー、チャーブザビーター。テーブス海すごい、自陣のスリーポイントラインあたりからでした。素晴らしいミラクルショットが決まって14ポイント目、カイコールがこだまします。プレシーズンゲーム、アルバルク東京対ターンオーバー。さあ走るテーブス合わせてサイズ、うまく合わせましたテーブスから。これは先ほどの東京の得点シーン、よーくここはサイズに合わせました。さあここも東京走る、テーブスドライブスルー、コーナーからメインデル、エンドワン。今日1本、ようやくメインデルのスリーポイント。ディフェンスリバウンド、ただしっかり飛び込んでいるフロイド。テーブス、ここもテーブスヘジテーションから持っていきました。昨日テブス、すり抜けてコーナー、エクストラパス、安藤のスリー、チャー。テブス、そしてサイズへ。結局はテーブス準備をしていたんですがプレーが途切れず、ここまで来ました。フルアップのスリーポイント、テーブス回、ダメ押しのダメ押し、残り 8.6 秒。